タッカム。はい、どうも、たっぷりカブタムシのお時間です。今回はクワガタの羽化してからの期間、成熟度でどのように強さが変化していくのかを、調査しましたので紹介していこうと思います。動画の最後で成熟度によって戦い方や動きがどのように変わるのかを、戦闘動画を撮影しましたので最後まで見ていただけたらと思います。今回の企画では被験体としてこちらのギラファノコギリクワガタで調査しました。クワガタは羽化してから餌を食べずにじっと眠る期間があり、これを休眠期間と言い、それが終わって餌を食べ始めることを交食と言います。この個体は羽化から約2ヶ月で交食を開始し、その日からステータスの測定を行いました。具体的な調査内容としては、2ヶ月間9週間分のステータスを取り、ステータスの変化を調査しました。その結果がこうなりました。今回は測定項目として挟む力、握力、しがみつく力、走力、押し合う力、押し力、体重の4種類を測定しましたが、それぞれの能力値で変化の仕方が違うので一つずつ解説していきますが、まず挟む力、学力に関しては交食から5、6週間くらいは上昇し続け、そこからはその日のコンディションで多少変化する程度になりました。ただこのコンディションにもかなりムラがあり、最後に至ってはかなり強い数値が出ていて、コンディションのいい日と悪い日だと数値が 15% くらい前後しました。次にしがみつく力、走力では最初の5週間は 400g 前後でしたが、6週目になって急に 845g と約2倍に跳ね上がり、そこからまた徐々に数値が下がっていっています。ここに関しては爪をかける場所にも左右されるので一概には言い切れませんが、おそらくは 800g 前後がギラファ本来の力なんじゃないかと思います。またこの走力は測定時に興奮状態だとよくしがみついているイメージがあるので、実際の戦闘時にはこの数値よりも強い力を発揮している可能性が考えられます。続いて押し合う時の力、押し力ですが、こちらも最初の5週間は 200g から 500g 前後くらいの数値を行き来していて不安定でしたが、6週目から数値が跳ね上がり 750g 付近で安定してきました。この 750g というのも測定時の動きを見る限りだと、もう少し伸びしろがありそうに見えたので、今後もデータを取り続けていたらもう1段階くらい跳ねる可能性もあると思います。実際ギラファは体格が同等であればパラワンなどの大平田より少し弱いくらいなので、予想ではおそらく 900g くらいまで伸びるんじゃないかと思います。多分。次に体重について触れますが、ここは知っている方も多いかもしれませんが、クワガタは交食前は体重が重く、交食して徐々に軽くなっていき一定の数値まで落ちます。体重もこの個体は5週間は下がり続け、6週間以降は 9.7g から 9.6g 前後で安定しています。今回のギラファは 9.7g から 9.6g 付近で安定していますが、与える餌の栄養などでも多少変化していくことが考えられます。これらのことを踏まえると体重の変化でおおよそステータスが安定期に入ったかを確認する目安になると思います。また戦闘時に動きがいいか悪いかを判断する基準の一つに触覚の動きが速いかというのがあるのですが、今回の調査ではステータスが安定期に入ったのとほぼ同じタイミングで触覚の動きが速くなり、闘争心も急上昇しました。では最後に成熟度で戦闘時の動きにどの程度の変化があるのかを撮影しましたのでご覧ください。
はい、ということで今回はクワガタの成熟度の調査をしていきました。ギラファで調査しましたが、他のクワガタならまた数値の伸び方や伸びる期間とかも変わってくると思いますので、このクワガタはこんな感じだったよとか、皆さんの声をコメントで教えていただけたらと思います。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。